京都市時代祭で、おはらめに噴した、女性おはらめとは、山城国大原の女子が焚き木を頭に乗せて、刑の戸で、売ることを指す。行商たる、刃女の一種、おばら女とも。はじめおはらめは炭を売っていた。これは、大原の地が炭の産地だったためである。しかし、鎌倉時代以降、京近隣の炭の名産地は、山城国小野里に移った。大原は、 焚木で有名となり、お腹目も焚木や芝を売り歩くようになった。自称、樹栄の乱における段の裏の戦いで生き残り、大原若光院に陰性した平徳氏に仕えた合わない芝が山仕事をした時の衣装を模したという伝承がある。その装束は、島田曲げに手ぬぐいをかぶり、焚木を頭上に乗せ、金をつけ、紺の筒袖で白はばを前で合わせ、日本花をの、 ガラジを履いている。明治時代頃までの旧小族と、それ以降の新小族で違いがあり、手拭いの色が藍色から白色に変わるなど変化が見られる。京都の風物詩として著名で、東北院職人づくし歌合わせや、七十一番職人歌合わせなど、中世の職人歌合わせにおいて記され、狂言、舞踏にも登場する。江戸時代にはや、 長沢足行が美人画の題材とし、近代以降は土田幕泉、横山大観、富田武泉、道元印象、小松一氏といった日本画家のほか、洋画家の浅井忠氏が画題とした。昭和に入った頃から緩やかに減少し、1945年以降、急速に減少したとされる。京都市以外に伝統や都市ガスが普及し、滝木、芝の需要が減ったためである。 現代は春のおはらめ祭りや時代祭のおはらめ行列といった観光資源として王子の姿を伝えている。ありがとうございます。